さて本日は私から皆さんに理科研究所の最新の研究成果をご報告したいと思います。以前にお伝えしていた物質セレクションの配信日が4月2日に決まりました。また発表済みの10種類の武器に加えてスパッタリークリア、キャンピングシェルターカーモという2種類の武器も追加されることになりました。これら12種類の武器は4月2日のアップデートバージョン 4.6.0 で一気に追加されます。さらに春にちなんだフェスのお知らせです。4月19から21日の48時間特別仕様のスプリングフェストを世界合同で開催します。お題は勝つのはどっち、ウサギ vs カメ。このフェスに合わせて任天堂スイッチ本体のゲームニュースを通じて春の新色ギアもプレゼントされます。お楽しみに。